トラリモノ張り付きティタボリ波地パシフィックワタティナビラワタティナビラはいいや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 みかちうきりいやみかちうきりあんねということで、ハイサイグスーヨーチューウガナベラ三振エヴァンジェリスト前人こと前田明やいビギーンイエッ。さあ今日も楽しい三振ライフうとどきサビラ、今日はですねコスチューム、ヘルメットかぶりましてですね、昔ですねこのアルバイトでこの現場作業員っていうのをですねやったことあるんですけども、そういったその時ですねちょっとこのヘルメットをこうかぶってやってたんですけどね、いやーこの結構ですねこのいろんな何て言うんですかね、まあ、決まり事とかですねこの安全よしなんとか感じたですね、このそれとかなんか、掛け声が結構ね面白かったですね、そんな感じでですねこの三振もですねこのいいよさあさあとかですねはいいよとかですね、そんな感じでこの林をですねやるとまた引き手も、盛り上がって、楽しく、こう弾けると。また、太鼓もですねもうこういろいろとこの技をですね見せながら、やるとですねまた楽しいと、そんな感じでですね沖縄の、三線はいろいろなこのその場によっていろいろなジャンルに合うようにですね、三線も弾き方が、ありますね、さあ、今日はまたねこの今流行りのこのコロナウイルスに負けないようにこの冷やみかせっていうですね、この冷やみかせっていうのはこの沖縄の言葉で冷や冷やっつってですね、このすごくこの歌は戦後ねこの焼け野原このの、すごい様を見てこの平慎介さんっていうね、方がこの惨状を見てしかしこのままじゃないだろううちなんちはこのままじゃないだろうっていうことでですねこの歌詞を、書いたわけですよ。そしてこの歌詞によってですねこう感動した山内製品先生がですねこの曲をつけてこれがですねなんとこの今やどん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 語り継がれて、一番このあれですよねこの沖縄の県民がですね湧くのはこの甲子園野球でね甲子園の時にこうもうすぐ何て言うんですかねこのイケイケっていう時にはですねこのヒヤヒヤってですねみんなでこのヒヤミカセをですねこの歌いながら演奏しながらそしてヒヤミカセっていう感じでですね、そんな感じで大変な時こそこの内から出るこのヒヤミカセっていうですねこの気持ちで、行くと、やはりこの気持ちもですねハイになって、ちょっとやそっとじゃ負けんぞみたいな感じでですねいけるわけでございます。まあそんな感じで本当に今日も天気がね、ぐずついておりますけども、まあ今日一日どうやって楽しく過ごそうかということをですね毎日、考えて仕事をするのも楽しく、遊ぶ時も楽しくご飯も楽しくまた、語らいも楽しくねいろんなこのジョークも混じりながらですねまた、時たま真剣に楽しくと、そんな感じで人生がですねあると本当に
ああ、よかったなっていう感じのですね、なるかなと、思っております。まあそんな感じでね、三線っていうのは、まあいろんな場所場所、そういろんなケースケースで、このおじいたーとおばあたーと話してる時にはまたゆったりとしてですね、かちゃ足もゆっくりですね、そういう感じでこの思いやりというかね、この考えながらですね、また、TPO っていうんですかね、TPP は私も反対なんですけどね、 TPO は考えないといけないかなと、思ったりするんですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか今ちょっと言おうとしたことがちょっと飛んでしまってですねまあそんな感じでね、まあ、とんでもいいさね、とんでも8分ということでね、なんくるないさということでね、沖縄はこの沖縄は本当に定芸の島でございます。この定芸というのはね、もうたくさんネットでね、定芸屋さんとかですね、だからよとかですね、やんとかですね、そういうこのなんか言い回しのこの妙義っていうんですか、面白さって、その場所場所によってですね、いろいろとこの言葉辞令をですね楽しむ、これもまた沖縄に来た時にですね、いろいろとこのネイティブな、皆さんと、触れ合いながら、ハイサイから入ってですね、女性はハイタイって言ってね、女性の、言い回しと男性の言い回しはちょっと違ってですね、これの場合はどういう言い回しがいいかなとかですね、まあ、考えながらですね、過ごすとまた楽しい、沖縄になるかなと思います。昨日久々にこのちょっとした晴れ間の間にですね、この首里城の方、散策しに行ったんですけど、本当にもうなんか、なんていうんですかね、こう今熟成っていうんですかね、この熟成期間なんだなという感じの、静岡に帰ってですね、いたんですけども、でもやっぱりこうなんかなんていうかこう、こういう静かなこの首里城を見てるとですね、自分らがですね小さい頃ってのはそこは琉球大学があったんですよ。で琉球大学があって、その、いろいろとこの琉大祭とかですね行った時に、もうみんな地元はです必ずその各ブースにですね足を運ぶ、そんな感じでですね、こう小さい頃はですね楽しんでて、また結構自然が豊かな森がねの中にこう琉球大学があったのでね、その中でこうよくね写生大会っていうか、このよく絵を描きにですね、まあ、一もですね絵が得意ではなかったんですけど好きだったですね、美術は一応5でした、まあそれは置いといて、まあそんな感じでですね、このどんな感じよという感じの一人ツッコミで、今いろいろとなんか話が最近ね飛んでしまう、言おうとしたことが飛んでしまう、それを、なんていうんですかね、なんとかこう取り返そうというこの辺で取り返すんだっていうのはこう人文頭がですね回ってるんですけど、回りきらない、回り道はするんだけどね回りきらない、そんなことそんな時ないですか、ないですか、ないですか、ないですね。はい、ということで、今日はですね、このひととき、やっぱりたまにこういった感じのねゆったりとした、こう時間もね休息ね熟成期間、皆さんにも必要だと思うんですよ。こう東京にたまにね年に1回ぐらい出てたんですけどね、今年はもう行けなかったですね、このコロナがあってですね、みんなキャンセルしたんですけども、実は東京に何しに行くかというと八王子の方ですかね、この、山ちっちゃい山があるんですよ、この何て山だったかな、結構有名なね、神社が上の7合目ぐらいあるね山で、後で今ねここでは思い出してたんですよ、だけど言おうとしたら消えたんですよ、まあ、そんな感じのね、まあ最近のカメラワーク動画ワークなんですけどね、
まあそんな感じでね、そう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 、今ね近づいてきてね、ここでね、思い出してたんですけどね、もう本当にね半分今思い出したんですよ。半分思い出したんですけど、今ちょっと慌ててしまった。慌てたらスーッとまた抜けてしまった。まあそんな感じでですね、まあ何でも忘れようが何しようが、楽しもうということでですね、山登りが大好きな舞鎮ですけども、この間ね、名護のこの名護じゃない、北部の大石林山、登ってですね、やっぱりこの自然に行くとやっぱり自然になんか浄化されますよね。気持ちがスーッとしてですね、気持ちよかったですね。そんな感じで、このそして、10代の最後の頃に宮崎県と鹿児島の中間にあるこの高千穂っていうですね、1500m級ぐらいですかね、の山に登ったんですね。その時高千穂神社って下にあって、高千穂河原っていうか、そこにからですね上がっていくんですけども、そこでこのお参りをして、こう無事に生還できるようにということでね、こう登っていったわけですよ。でそしたらですね、この馬乗せっていうこのちっちゃいね、この、馬の背中みたいなこの通り道があって、本当にもう下はもう崖なんですよね。こう落ちたらもう一巻の、終わりというね感じの場所なんですけど、この細い馬乗せっていうね、ところをですね、この上がる前にちょっと休もうということで、そばでね座ってたら、なんとブロックですね、この、5段ほどですね積んだ、ご老体がですね、こう背中に背負ってですね上がっているんですよ。ほいでやばい、休んでる場合じゃないと。あれでちょうどまだね二十歳もなってないのでね、このご老体に負けてならんっていうことでね、こう一緒についていってちょっと話をしながら言ったら、全然 息がね切れてないんですよ。あれでこれどこ持っていくんですかって言ったら、上のこの上の方にね、なんか小屋があってそこに持っていくんだと。ほいでお年聞いていいですかって言ったら、85歳。いやーもう本当にね、動画に撮りたかったぐらいね、すごく元気な、おじいさんでしたね。そしてやっぱりそのおじいさんスタスタスタってずっともう私よりも先にね行ってしまってですね、ちょっとプチショックっていう感じのねあったんですけどね、そんな感じの山登り、大好きで、今度はまた、勝浦岳、この名護にあるんですけども、そこもまた山をね登っていくと面白い。また八重岳もあるしね、また田野岳はちょっとあれですね、こう昔ちょっと事件があったのでね、私自身のこの大失態する事件があったので、田野岳はちょっと最近は撮るの予想とかですね思っちゃったりしてるんですけども、まあ皆さんもね、海山、川とですね、川は沖縄少ないな、まあそんな感じで、楽しんで、またその場所で三線も弾けたらですね、また違う、感じになるかなと思うんですけどもね、そんな感じでこの皆さんね、この冷やみ風、この沖縄のね、偉大な大先輩がですね、こう困難には、困難はもう乗り越えるために出てくるんだということでね、皆さんこの、在宅勤務の方、またね、こう仕事しないといけないっていうことで通勤されてる方、いろんな方おられると思うんですけども、冷やみかしてですね、行きましょうね。はい、ということで今日も冷やみかせ安心、また野菜、ちょっと僕今あれかな、最近、忘れっぽくなったので、気をつけないといけないかなと思うんですけども、なんかいい薬があったら皆さん紹介ください。安心、本当にまた野菜。